世話になっております。日本の人口増加を目指す男、藤江です。今回もですね、くどいかもしれませんけれども、相変わらず8月の死者数というテーマでお伝えさせていただきます。新たにですね、静岡市のデータが分かりました。静岡市は約68万人の人口ということでね、かなりの人口規模のある市でございます。そして、中部地方ではね、初めての発表となります。これまでね、関東、東北、関西と、ありましたけれども、中部地方初、どうなっているのかですけれども、ちょっとですね、静岡市って、動きがね、独特なんですね、この数字が。2月と3月、全国で死者激増がしたというのはね、このチャンネル見てくださってる方ご存知だと思うんですけれども、その、まあ、2月はですね、去年と今年比べた時に 12.85%。これは、まあ、全国的に高かったのでね、まあ、それに準じているかなと。まあ、それよりも低いんですけどね、全国平均よりやや低いですが、まあ、2桁増えてると。で、3月は、なんと、去年より減ってるんですね。減ってるというか、マイナス1ですからね。ほぼ同じと。増えてないんですよ、3月、すごく。そして、6月ですね。6月は、去年より 17% 増えていると。6月、他の自治体ってね、前年と比べてね、そんなに増えてなかったんですけども、静岡市は、6月がね、今年の中では最も増えているということでね、ちょっとつかみどころのないような動きもしてる静岡市なんですけれども、あ、ちなみにこの6月は、まあ、たまたまね、去年の6月が、低かったので、まあ、高く出ちゃってるというのはね、過去遡ってチェックすると、そういう傾向が見えましたので、今年が多いというよりね、去年が少なかったという見方が正しいかなと思っております。で、そんな独特の動きをする静岡市、8月はどうだったんでしょうか。いきます。去年の8月の死者数は、727名ですね。今年の8月の死者数が、888名。ってことは、その差は、153名増えてますよ。そんなに増えた月ありましたか。パーセンテージは 21.05% ということになりました。この独特なね、ちょっと全国とは違う動きもする静岡市ですが、8月の死者はね、この数字激増ですね。8月においては、これまでね、紹介してきた自治体と同じようにですね、激増と静岡市言えますね。これまでのまとめとします。はい、ちょっとくどいかもしれませんけど、仙台市は、去年の8月、今年の8月比べると、12.61% でした。ちょっとパーセンテージだけざっとおさらいしておきましょう。横浜市は 13.41%。船橋市は 19.43%。そして今回分かった静岡市 21.05%。京都市はね、27.29% ですよ、皆さん。で、5つの自治体ね。去年の8月足したもの。今年の8月足したもの。そして差は1129人増えて、この5つの自治体全体では 17.37% 去年の8月より増えていたと。ということで、もうね、出てくる市がね、もう軒並みかなりの増え方をしているというのが現状でございます。でですね、おそらく明日、関東のね、大きな市、あるいは九州の大きな市もね、データが開くんじゃないかと思ってますんで、またそれをお伝えしたいと思います。その2つ加えてね、7個になると、僕はね、今の段階では死者激増がね、まあ、起こっているかもしれないと、まあ、これぐらいの表現にしておりますけれども、あと2つ死が空いてね、いずれも同じような傾向であるならばね、8月は死者激増が起こっている可能性が高い、ね、可能性があるから可能性が高いという表現にしようかと思っております。あとですね、これまでの8月死者激増に関してね、コメントでいろいろいただいておりますけれども、まあお答えできるものをお答えしておくと、亡くなった方の年代知りたいと、ね、死亡者数だけお伝えするんじゃなくてね、亡くなった方の年代とか、あるいは死因、なんで亡くなったのか、そういうことを知りたいですというコメントいただいておりますけれども、これは、国がね、その詳細を発表するのは、来年の1月になります。人口動態統計の月報というね、5ヶ月遅れで亡くなった方の年代やね、その死因が分かります。待てますか、ここまで。で、分かったところでってのもあるんですよ。だってね、もう2月と3月の死者激増、僕ずっと言ってきましたけれども、この死因はね、年代ね、もう分かってるんですよ。5ヶ月以上経ったからね。分かっててもね、何もどこも対応しないじゃないですか。ね。これ分かったところでなんですよね。
ちなみにですね、今年の2月の死者激増について僕なりに年代、死因をね、紹介した動画の説明欄にリンク貼っておきますんで、ご存知でない方はぜひご覧いただければと思います。それからですね、いや、藤井さんよと、ね、去年と今年の比較じゃなくて、もっと前のデータも出してもらえませんかと、ね、一昨年とかね、あるいはもっと前のデータ見たいですということですけど、まあ基本的に僕ね、もう本当時間との戦いの中で発信しておりますのでね、まあできる範囲でそういったものもね、出していければと思います。あとですね、僕は基本的に数字の元データがある場所のリンクを動画の説明欄に貼っております。今回で言えば、静岡市の死亡者数がわかるページのリンクを貼っておきますので、よかったらですね、ご自身で確認していただければと思います。あとこれはね、もう本当参考中の参考ということで、ご理解いただきたいと思うんですけれども、大阪の摂津市なんですけど、人口は8万7千人ほどなので、政令指定都市のようにね、何十万とか何百万人いるわけじゃないから、この市のデータ単独でね、大騒ぎするのはどうかなと思うんですけれども、ただですね、ものすごい数字なので、ご紹介させていただきます。今年の2月ですね、去年と比べて 65% 増えて、3月は 82% も増えていたんですね。で、8月も出ていました。38% 増えていました。実は僕ですね、今年の4月にね、5ヶ月前にね、この数字見て、これはまずいということで、摂津市にお電話しました。その時も動画もね、残っていますので、見ていただければと思います。ここの死者激増と、ここの死者激増がね、理由が同じなのか、僕にはわかりません。ただね、僕調べてほしいって、摂津市さんね、言いましたよ。調べてくれたのかな？摂津市さん、摂津市さん。今回は以上です。藤井でした。ごきげんよう。体に気をつけて。また会いましょう。